久しぶりです。昼飯食べてみた飲み手座の吉本、今日は協定狂い夫婦と飯食ってみた。うっす。私は協定狂いじゃない。あ、パチンコ狂いですよね。まあ、狂ってはないけど。狂ってじゃないですか。なんですか、まあ、ギャンブル夫婦ですわ。あ、ギャンブル夫婦。ギャンブル夫婦、ギャンブル夫婦、今日は。でも、あれ、結構深酒しました。顔知ってますよ。でも最近こっちがさ、もう動かなくなっちゃって固まって。あ、本当ですか。あの、M1 のその終わった後ぐらいか。はいはい。本当は脳に線が重なって取らないといけないんだけど。ええー、本当ですか。橋本手術したよ。はいはい。あれと一緒。マジですか。ドキュメンタリーの時もね、実はあの滑ると滑ったらすぐ滑ったらめっちゃ怖かった。うん、何回かあったね。そう、顔面神経痛みたいなことですか。じゃないみたい。脳神経のこの脈が乗ってるから、これ解けないという。あ、なるほど。だから結構厳しい、誤差、誤差が起こしてるってことですね。そうそうそう、ずっと。そこの重なってるところをちょっと隙間開けるとかした方がいいと思う。たまに涙出て漫才してるときは勝手に出てくる。そう、たたりですね、たたり。作ってくんね、こういう銅の形のやつ。こっちだけの。オペラ座の怪人。オペラ座。海で座。海で座の怪人。オペラ座の怪人。やってほしいわ。すみません、いただきます。全然全然。そうなります。すみません。でも聞いたら半月以上広島にいるらしいですね。そう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 。今日昨日がガマゴーリ。だからあのサポートレースの仕事が今、うん、もう 9.5 割になっちゃったんで。すごいね、それもまた。いや、ありがたい話なんですけどね。うん、9.5 割です。9.5 割です。ただやっぱ地方が多くなっちゃうね。うん。地方が多いんですよ。うんうんうん、だからほとんど西日本にずっといます。寂しいでしょ、やっこさんも。でも、まあ、私もロケ行って9とかで、なんかね、カップルもしたり、もうそんなに、あと慣れるよね、もう7年だよ、結構。慣れですよ。7年ですよ。旦那いないとき、ハロウィンでトリケラトプスを作らせたの。あれ、俺が一番驚きましたよ。とんでもないもの作ったんだって。精神病とかと思った。気の狂ったババアがさ、俺の上に変なもの作るやつ、やめなさいよって。今日何がびっくりしちゃって、うん、すごいクオリティが高かったね。そこにびっくりしました。確かにあれよくできてた。あれね、いや、びっくりした。ニュースがびっくりした、うん、え、ニュースになったの。ネットニュースになってトリケラトプス作った、うん、すごいね。そうそう、多分他にいないんじゃないかって。トリケラトプスハロウィンでした。いないよ。いないよ。別に流行ってないもん、今日は。今だったらイカゲームとかな、そうそうそう、そういうの真似したりとかするけど。まあ今だったらそうですよね、イカゲームですよね、うん、ジャージね、みよみよ。そうだよね、うん、いや、そんな楽したってしょうがないでしょ、やっぱハロウィンは。やばいよ。銀の厚紙から一から作るっていうのもやっぱり。あれ、兄貴はどうなんですか、ハロウィンとか結構楽しい。いや、やろうかなと思ってて、はい、ほら、マサさんがさ、あのコロナにかかってその薬で顔が 1.5 また大きくなったなって、あれやろうかなと思って。絶対ダメですよ。YouTube だからって好き勝手言っちゃダメですよ。本当だよ。逆に残るからさ。俺たちも一緒に映っちゃったんですよ。困りますよ。いいや、変な話だし。それ、荒井中さんがカラオケボックス開いた時一緒の現象じゃないですか。入り口小さくて機材持ち込めなくなっちゃったっていう。ダメですよ。ちょっとわかんないから、こういうの。兄貴見るんですか、アニメとか。見るよ。見ます。うん、配給とかも。今はだから昔。見れへんわ、こんなんて。はいはい。否定してたやつを全部受け入れるようにしてるから、はい、今。配給とか。配給、私、唯一ジャンプで読んでなかった作品。もう、見てないな。バレーのルールがわかんないじゃん。いや、俺も知らん、知らん。わかる、それ。うん。あ、そう。でも、スポーツやってないから、やっぱそう。でも、スラムダンクとか面白かったけど。あ、なるほどね。うん、でも、それも、ちょっと意味わかんなくて。あ、そう。いや、スラムダンクはなんかさ、半分半分じゃん。あのバスケ半分、あの青春ストーリー半分、配球はなんか8割ぐらい結構スポーツ要素、ストーリー感もすごいよ。スラムダンクのさ、なんか実写考えてくださいって言われて。えタレントで誰がやるかってことですか。そうそう、俺、桜木くん、はい、久保塚洋介でした。おお、ちょっと年取りすぎてますね。あの、だからウエストパーク出てた頃の久塚さんだったら全然いいんですけど、言うてももう40、いつのイメージで言ってんの。さすがにちょっと古すぎますよね。マジケだよ。だって信じあるか。CG でも無理でしょ。だから赤木がさ、はい、赤木はあのほらたけしさんの映画出た人、
耳ちょっと聞こえないんで、サーフボードも。ああ、マキクロードさん。マキクロードさん。マキクロードさん、もう白髪ですよ。じゃん。どこで止まってんの。マキクロードさん。だって、あの映画出てた、え、あの夏一番知ってから見たっけ。そう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 。あの映画出てた時で、多分25とかです。ちょっと遅咲きかな。遅咲きかな。ただですね。はい。誰選ぶ。桜木花道、結構むずいよ。ある程度、たっぱなきゃできないからね。そうなんだよね。セーターが顔は、あの、寄生獣の人でもいいと思うんだけど。誰やろ。菊池凛子さんの旦那さん。その、ジジイとババアのやめてよ。誰か出してよ。ちょっと調べれば、手ぶらで来たから。菊池凛子さんの旦那さん。ほら、ぴょろっとしてる。あの CM 出てるね。今、モンスター。モンストの、はい、これ花道絶対ないって違うわ。いやマジねえわ。これ今夜の飲み会ってむちゃくちゃ嫌いなんですよ。で目にギョロッとしてるじゃん。いや優しすぎるって。じゃあ俺やっぱり忘れちゃった。僕俺結構渋い俳優さん好きなんで、うん、三浦友和とかヤクザ映画じゃん。ヤクザバスケやん。それ川じゃない。何年前の話だったんですか。ヤクザバスケなのよね、それやってると。で先生、俺じゃ先生バスケ。はいはい、メガネかけた、うん、あれも、あれは一択、ひふみ、加藤ひふみ。ああ。年取りすぎてます。80ですよ、90手前っすよ。いや、ボールも使ってもノーリアクション加藤ひふみかなってイメージ。いや、死んじゃいますよ、多分。立ったほう死にます。玉木じゃダメだね。玉木じゃセブンバイセブンの知らねえよ、セブンバイ。出さねえぞ、写真で。自分で調べてくれよ、みたいなやつ。難しいっすわ。難しいっす。難しいっすわ。お笑いとどっち難しい。ザ・ナックス。まあ、もえもない。お笑いとかやってきる。いや、もうさ、ザイみたいにさ、はい、もう知ってるよ、お前のこと長い付き合い。はい、もうテックスのところも。最近出てたやつはビジネスクズが多いな。ああ、まあ、けど可愛いっすよね。その俗に巨匠家の。モグラ、組み手のモグラ。モグラは本物だから、ね。モグラは本物。まあ、オカラも本物なんですよ。厳密に言うと。あとは、山添。山添ね。まあ、山添も、なんか、この三巨頭は、これ、小物クズですね。それはいいけど。はい。スパロさん。ああ、それも本物だもん。本物だね。いや、結果本物ですよ。いや、兄貴だけなんですよ。そう。あれ、ビジネス？いやいや、俺たちはビジネスでやってるけど、兄貴はもう、本物のプロのクズじゃないですか。これ言えないからね。エピソード、言えるエピソードとかあるんだけど、幅が狭いんだよ。手広くやってるけど。そうそうそう。言えない。今逃げたし。ダイさんも、私が結婚した頃に、うん、クズエピソードみたいなの言ってたんだけど、うん、その、だから7年前ぐらいは、もう、惹かれる一方なのよ。お今の時代だったらよかったなと思って。確かにな。いやけど、その時めっちゃ叩かれて、そのね、人の財布からお金取るとかって話が、うん、でも今は山添なんかね、ケイちゃんからお金借りたりとか、まあ、こう微笑ましく、うん、早かったな。早かったの。早かったクズ。早かったクズ。早くて大きいクズ。早くて大きいクズ。可愛げねえな。いや、そこですよね。だから僕、あの、岡野とか僕らとか、やっぱそうやって可愛げあるんですよ。そうだよね。大差もあると思う。あるよ、俺わかるけど、まあ、全然さ。あと、威圧感だよね。あ、まあね。体のデカさ。テレビ見てたやつは、チビ好きだからさ、男は。そう。うん。チビ人。チビ人が好きだから。そう、あと、なんかボーイズラブみたいな。クズ同士と仲良い話したい、見れるみたいな。すぐ BL に落とし込むから、見てるやつ。大さんもでも兄貴言ってるけどね。いや、ここの BL は違う。ここの BL は助さん、格さんみたいなやつ。行きましょう、兄貴。行くか。みたいな。そっちじゃないですもんね、ラインがね。ダメダメ。可愛くないもん。そうそうそう。ラインがちょっと違うのよ。コミケで売れない？売れない売れない。売れない。短いアニメじゃない。リアル本物で、ストリートやから。そう。VHS でね。そう。あの時代劇でも、あの平安時代とかの感じだけど、だからあんま人気にならないの。でも戦国時代じゃないですか、時代劇で一番入るのは。だけどやっぱ兄貴、俺は本当にこのクズ芸人ブーム来てて、うん、やっぱり俺はナンバーワンは兄貴だと思うんですよ。面白さをおかげにして、うん、そ, うだよ。そこにこう一緒に出てほしいもん。テレビ見てたりですもん、ね、それを。ちなみに合わないね、ウェイトが。重量、上げてる重量が、まだ最近の若手やつ軽いからさ、100、200でいくからさ、確かに、あの、
若手のクズス巨頭三人衆はお金借りる話が多くて、そのお金をこうどうやって生み出そうとするっていう発想がないじゃないですか。兄貴はやっぱしのぎかけるから、金がないんだったら人からたかってどうこうとかじゃなくて、借金とかじゃなくて、じゃあビジネスやってみようって発想の人だから、そこですよね。だからあのエビの養殖とか、養殖とか、六本木のね、金持ちバケツにウイスキー全部入れて一気飲みして1万受け取ってんのかって言って何だけど、なんでだよ、飲んだのに。でもエピソードがもう天竜源一郎の若手の実況と一緒なんですよ。アイスティーブで一気飲みしたとかプロレスラーなんですよ。本当だよね、タイムリープだよ、一人で。なんで東京リベンジャーズだよ、一人東京リベンジャーズ、一人東京で六本木リベンジャーズ。いや本物なんですよ。食べしたお食事者ありがとうございました。食べた、すみません、こんなに短いし、でもタイトルに必ずバッチリで、はい、ありがとうございます。お二人は今後はどんなことですか。急にあ、せっかく YouTube だったらキュートンで YouTube 始めたので、あ、キュートンさんの YouTube やってるみたいな。そうなんですよ、ぜひ見てください。うん、それです。はい、あれでないですか、新婚さん出た、一回出ました、出た、出ました、当初は。あ、2回目ダメだ、だって新婚じゃないし。聞いたことないでしょ、6年目で新婚ですって言ったやつ。だって三師匠ね、文師匠、あの、うん、私、そうそうそう、生まれ年のワインとかくださって、すごいですよ、ちゃんとしてる。調べたら、値段調べたんですけど、すぐ調べるから、やめた、相当な値段ですよ、びっくりしました。大概特別に、いや多分特別じゃないですか、そういうさ、当時の私だって47年、師匠47年だから、うん、相当古いやつ、びっくりしました僕、まあ、ちょっとはっきりと値段言えないですけど、大概そういうのってまあ3万円でも高いですけど、大体そんなもんじゃないですか、結婚おめでとうみたいな。桁違います。ワインです。もうまだ飲めない、恐れ多くて飲めないです。まだ飲んでない、冷蔵庫に保存状態多分あんまり良くないから、ちょっともったいない。何やそれ、トリケラトプスの格好してます。あ、そう、開けてないんだ。開けてないですよ。いや、わかんないで、いつ開けていいか。だから飲むタイミングがわかんないですよね。ちょっとプレミアついてんじゃん。いや、あの、結構な値段らしいよ。ネットで。で、お酒買い取ってくれるところあるじゃないですか。そこでも調べてるんですけど、結構な値段で買い取ってくれます。うろとし。リカーオフね、リカーオフ。っていう名前の。はい。あ、ブックみたいな。お酒買い取ってくれるところがあるんですよ。何の情報だよ、今。みんな売る人が見てるじゃん、まだねえよ。あ、違うんですか。闇焼酎作ってるやつ見てねえよ、みんなこれ。これホストが主に見てる番組です。見てねえよ、ホストなんて一番見てるやん、バカ。シャンパン入れんでしょ、シャンパン。いやね、何がいいんだよ、グラス並べて大きい声出してバカなんてやつは。いいんだよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。お、やり返して、パターン。いい、いい、いい。数々のおにぎりをくっつけてなあ、キングスライムみたいにしとるやん。元気な朝ですね。いや、入ってけへんよ。カップルチャンネル。あ、僕らの YouTube で言われてるコメント、ね、よく言われてるね、カップルチャンネルってね。ちょっとごめんなさい、むずいんで、はい、うん、いや、断るな。108つの煩悩を消滅させる。校長に旗振ってる。キャンプいいですよ、今流行ってるしね。やめろ、恥ずかしい。誰がやめろね、お前。お笑いをやれ。それしかないのか。何がやねん、ええ、なんかキャンプだし。大体皆さん思うでしょ、キャンプやってるやつってじゃない方芸人が多いでしょ。やめろ。ぬるべっこり、ぬるべっこり。一回でかやりません。恋人やら家族